はい、皆さんこんにちは、渡辺美志です。プロ野球スピリッツ2015続きをプレイしていきましょう。とその前にですね、疲労がちょっと溜まってますので、アシスタントさんを呼ばずに休息しましょうか。で、ベイスターズの2連戦になりますね。モスコー、ソト、沢村の投げ合いです。モスコーソは150キロのストレートのチェンジアップ、まあ、これが軸ですかね。あとスライダー、シュートと、まあ、右左に投げ分けられる変化球、カーブも持ってます。東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対横浜 DeNA。 さあ、まずは DeNA1 回の表の攻撃、由伸の守備から始まります。まずはジャイアンツの先発沢村、立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。3ボール1ストライクになって、まず先頭打者きっちり抑えてもらいたいですね。スライダーできました。3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。ファウルになります。わあ、ここもファウルです。今のは抜けてくるかと思いましたけど、打った、大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく、ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達。ツーベースですね。先頭バッターを出す。2点取られたか、2点先制。ただジャイアンツの方も1回の裏の攻撃ですね。ノーアウトランナー三塁一塁で吉野部です。さあ、そしてバッターボックスには高橋が入っています。さあ、ここは追い上げておきたい場面。ピッチャーを助ける意味でも早めに返していってあげたいですね。なんだろう、ストレートなのか。そうですね、微妙にちょっと球が動いたように見えました。インコース低めのストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました。ツーシームだったのかな、もしかしたら。おー、これは抜けた、抜けなかったけど内野安打です。ジャイアンツストレートですね。点差を縮めます。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。ここで得点が入りました。そして新之助です。さあ、このチャンスでバッターボックスには4番の阿部が入っています。やはり安易にストライクから入れませんよね。ランナーがいますからね。なるほど、そうですか。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。あ、アウトコースを続けましたね。はい、これで2ボール2ストライク。これ空振り三振か。空振り三振、ランナー返すことができました。そして長野、得点圏打率2割9分9厘か。なかったんですけどね、ただ次は勝負強いバッターなんでね、ここはチームとしても期待がかかりますね。このチャンスに期待がかかる長野がバッターボックスです。速球の後この緩い球、バッターもタイミングが取りづらいんでしょう。さあ、追い込まれてしまいました。ワンボールツーストライクから。ボール気味に来るでしょうね。低めのボール打った。落ちた。ヒットになる。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ。今ちらっとグリエル打って見えた気がするけど、ね。ここで同点です。このバッターね、ここ一。グリエルいちゃダメでしょ。初球ボール、ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。外の球打った、ゲッツになるな。取った、二塁送球、二塁アウト。ただ一塁をセーフか。一塁はセーフ、よく走りました。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあ、そして打席には村田が入ります。
さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、こういったチャンスをしっかり活かすことが大事ですから、勝ち越しておかないといけませんね。なるほど、そうですよね。これが3球目。抜群のところに決まりました。さあ、ツーボール、ツーストライクから、バッターの勝ち越しになるか。今シーズン得点圏での打率は1割9分2厘となっています。得点圏1割9分か。ないにしてもちょっと寂しい数字ですね。まあ、肩の力を抜いて力まずにいってほしいですね。外れてフォアボール。同点の中迎えたこのチャンス。そして8番キャッチャーの小林です。まずは見送ります。ワンボール。これは手が出ないか。ストライクを取ります。低め見ました。ボールです。4球目は何で来るか。おお、スリーボールワンストライク。押し出しか。押し出しでリードを奪うことになるのか。レフトに持っていった。これはただ下園の正面でしたね。スリーアウト。勝ち越しは許しませんでした。当たりは良かったですけどね。ジャイアンツ貴重な得点が入りました。さあ2対2の同点になったけど3点取られたか。沢村ダメだな。ピリッとしないですね。こちらが先ほどの配球になります。さあ、モスコーソとの第2回目の対戦。これツーシーム狙っていきたい。これが1球目。シュートもいいですね。初球ボール。意外と曲がりが少ないシュート。この狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど、ボール球のチェンジアップ手が出てしまいました。3球目は、さあ3球目は何か。スプリットですね。ボールになります。これストレート。変化球を待っていたかもしれませんね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。打ちました。ピッチャーゴロ。一塁送球します。カーブだったと思います。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ジャイアンツ結構打たれるな。前の試合ドラゴンズとも乱打戦になる感じが多かったですけど、まあ、4回までにすでに8点取られてますね。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ワンアウトになっています。まずは1球目スライダーから入ってきました。まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。チェンジアップ。変化球タイミング合いません。これはストレートですね。外低めいいコースに決まりました。ツーボールツーストライク追い込んでいます。これゲッツになっちゃうか。二塁へゲッツ。セカンドフォースアウト。危ない危ない。ツーアウトランナー一塁と変わります。マシだな。試合の方は5点ビハインドのまま進んで6回の裏です。打席には須田にピッチャーはスイッチしてますね。 DeNA の方は須田のデータ見ましょう。ストレートが147キロ。変化球は結構持ってますね。シュート、スライダー、カーブ、フォークにシンカースライダー、チェンジアップ、まあ、どの方向にも持ってますね。変化球まずはカーブから入ってきました。最初は変化球できました。145キロのストレート。ボール先行です。これはストレートがね、ここ抜けましたね。大きく外れてボールです。ストライクが入りません。これ見逃せばボールというストレート。スリーボールワンストライクです。ただもう一本ヒット打っときたいんでどうしても打ちに行っちゃいました。まあ、結果的にフォアボールか。このボールは外れてフォアボール。ツーアウトからラン。もう一回回ってきますね。これは2点返して3点差と点差が縮まって、高橋由伸第5打席目。岡島か。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトになっています。初球ボール2球続けてフォークですね。インローボール。ボール先行です。これはカーブか。打ちに決まりました。2
き続けてカーブ、低めの変化球、2ストライク2ボールと追い込んでいます。アウトロー外れます。3ボール2ストライクです。でまたフォアボールだな。外れてフォアボール、試合の方はちょっと負けてしまいましたね。由伸の方はというと残念ながらジャイアンツ、5打席回っていて3回出塁してますから、まあいいと思います。2回フォアボールあって1回目がタイムリー内野安打ですからね。さあそしたらですね、ちょっとだいぶポイント溜まってきてるんで能力アップしときましょうか。これでいきましょう。この先発は伊能ですね。今日は阿部が先発から外れてる、スタメンから外れてます。原監督、斎藤投手コーチ、横浜 DeNA ベイスターズの11回戦です。今日は先発大竹か。まずはジャイアンツの先発大竹が東京ドームの西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。亀井がうまく捕まえて、アウト、ワンアウト。1回の表は無難に立ち上がったジャイアンツ。さあそしてバッターボックスには高橋が入っています。ピッチャーとしては警戒が必要なバッターですよ。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。さあスライダーから入ってきた今初球ボール球です。うわー、もったいない、もったいなかった。真ん中に来たボールだったんですけどね。セーフライを打たないといけないですね。真ん中打ちました、ファウルになります。うわ、打ち上げた、打ちました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。ツーアウトランナー三塁と変わります。ただジャイアンツの方は先制点を挙げています。3番バッター高橋、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ツーアウトになっています。最近3連敗とこのところ勝ち星から遠ざかっているジャイアンツですが、負けは込みましたが首位です。わー、これもダメか。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取って、これでやっぱり強いの洗礼だな。強いっていうのはコンピューターの強さは、ずっと見ていただいている方は普通にしたり強いにしたりいろいろ書いてるのでご存知だと思うんですけど、今強いに設定してあります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。伊能、まずは先頭バッターを打ち取っています。改めてお聞きします、バッターボックスの高橋、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう？まあそうですね、状況にもよりますが基本的にはボールを見極めるタイプで、ボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。そうですか。スリーボールワンストライク、そろそろストレートが来ると思います。来たー、待ってたストレート、インサイド落ちました。さあどうだ、
ワンバウンドヒットになりました。一塁決定、二塁に向かう。ですね、待ってたストレートをうまく飛んでツーベース。これで7試合連続安打、ワンアウトランナー。このままいけば今日は勝てそうですね。由伸はもう退いてますので、このままゲームセットです。ジャイアンツが見事勝利を収めました。連敗を3で止めています。ジャイアンツと2位カープとの差が 5.5 ゲーム差か。はい、というわけで今回は DeNA との、2連戦ですね、お届けをさせていただきました。次回はヤクルトとの3連戦をお届けしていきたいと思います。そちらの方もぜひぜひお楽しみに。